西の模擬琵琶、東の田中琵琶って言われたんやけども、鈴なりになってんのが田中琵琶。田中琵琶ね。こっちから皮をちょっと爪でピリピリっと。包丁いらず。包丁いらないです。どうもこんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい。今日はですね、和歌山県の、自分たちの農園に来てますね。テンション上がんねえ。はい、すごい緑が綺麗。聞こえる音は鳥のさえずりだけ。さえずりだけ。風の音。素晴らしい。うん、本土自然の中で今日はちょっと撮ってます。ロケです。はい。はい、で、今日は、まあ、こんなところで撮ってるのかかわらず、ちょっと琵琶の話をしようかっていうねいつもと一緒かいってやつね。そう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 。でもちょっとこの後でね見せるんですけども、はい、通り道にね琵琶のなってる木があって今年でもなってなかったよね。まあ多分もうちょっと後ちゃうかなとは思うんやけど、季節的に、時期的に、うん、そうやね。そっかそっか。まあそれで今日は琵琶の、はい、琵琶を詳しく知ってる方って少ないんじゃないかなと思ってて、うんうん、まあ、今日持ってきてもらったよね。はい、はいはい、今日はないの、今日のテーマはっていうのはないの。あ、今日のテーマですか、はい、いや今日はもう琵琶でいきます琵琶、はい、琵琶ですね。はい、はい、さあ琵琶、さっきもちょっと聞いたんやけど、うん、琵琶ってどんなイメージある？琵琶ってね、そのイメージっていうか若い方があんまもう食べない感じのイメージなのよね。うん、うん、でも、はい、この今琵琶の出回る時期って、うん、他に果物がない時期やんか。ないですよ。はい、琵琶しかないんですよ今の時期。今の時期本当に、うん、まともに旬として出荷されるようなものってない時期に、はい、これしか選択肢がないのに、うん、人気ない、うん、若い人に、うん、これ不思議じゃない？いやそんな不思議ではない。なんで？だってこの琵琶が人気ない理由がなんかなんとなくわかる？琵琶が人気ない理由っていうか、別にその年がら年中と果物食べたいっていう人がそれはいれば、あこの時期果物ないよねって知ってるけど、そもそも果物この時期ないっていうのをそもそも知らへんねんから、この時期琵琶しかないねんって言われても、あそうなんていう感じ。なるほど、うん、そう、僕は個人的に今の時期琵琶が一番美味しい時期、はい、で、うん、他に敵がないんやったらもっと頑張ってくれよと、うん、もっと評価されるべきじゃないの、うん、もっと評価してあげてよっていうのが僕の中の琵琶なんです、はい、で琵琶で結構うちのお客さんとかとお話ししてよく言われるのが、いやその辺になってるよねっていうのをよく言われるんですよそれ俺はあんま言われたことないけど、それいつの話な？結構年配のおばあちゃん。いやそうやろ、うん、その辺になってるよねって、うん、そう。でもね、その辺になってる琵琶、もちろんその辺になってる琵琶ではないんですよこれは、うん、先ほどココちゃん言ったように、そのここ来る途中に琵琶がな、木があってまだなってないんですよっていう時期にこれはなってるんですよ、うん、でこれはやっぱりハウス栽培でちゃんと美味しい品種、うんうんうん、普通にその辺にポンって種捨ててではできるよっていう品種ではなくて、ちゃんとした栽培品種として栽培されたもの、はい、なので、うん、公園で鈴なりになってる琵琶とは全く別物だと思ってくださいと、はい、で僕の中ではその辺になってるものやから、うん、値打ちないと思われてんちゃうかなって思ってるんやけど、いやそもそもその辺になってるっていう感覚も丸一定の年齢層以上じゃないと思うけど、いや私の田舎にありました。だってうちお店は大阪じゃないですか、うん、いやそもそも大阪で琵琶なってるとかね、俺もまあ全く見たことない。嘘あるよ。ないよ。俺自分の中に3つぐらいストック持ってるもん。いや、あの季節になったらあそこだあそこ行ったらちょっともぎって食べれるなみたいな。ないない。ない？全然ない。小学校の帰り道にあったで。ないよ、そんな記憶にない。ちなみに動画ずっと見てくれてる方は知ってると思うんですけど、同じ小学校なんですよ。はい、そうですね。で同じような地域に住んでたんで、うん、多分ある程度帰り道は一緒だと思うんだけどそうだね。あるよ。いやもう記憶にない。琵琶の木。そんな意識してた小学生自体は歩んでないからそう、うん、おかしいな。あったけどな琵琶。だからその意識があるから琵琶に値打ちを感じてへんのちゃうかなって思ったんやけどいう部分と、いや僕はそもそも琵琶っていうのが、まあ、食べ方もちょっとわからないんじゃないかなとか、うん、はいはい、まあ、皮と売るだけなんやけどね、うん、やけどそういったところで味もあんまよくわからないっていう方がちょっと増えてきてるんじゃないかなっていうのが僕の感想。なるほど。だからそこはちょっとまた違うってところ。なるほどね、はい、まあ、っていうところで今日はじゃあその動画を見たお客さんに、あ、琵琶ちょっと興味湧いたわ、食べてみようって思ってもらえるようにちょっとお話をしたいなと。はい、どうぞ。はい。で、今琵琶って品種改良が結構ねいろいろ進んでて、うん、
昔はもう2品種しかなかったんですよ、はい、でもっと細かく言えばいっぱいあるんやけど、うんうん、皆さんがスーパーとかで買える品種といえばもう茂木びわと田中びわ、はい、西の茂木びわ東の田中びわって言われたんやけども、この2品種しかなかったんですよ、うん、で茂木びわは今ちなみに先ほども言ってたこれが茂木なんですけど、うん、皆さんが普段見るびわほとんどこれです、茂木びわね、茂木びわ、比較的早い時期から入ってくるもので、これは昔から食味がいい美味しいって言われた品種です。でもう一つの田中びわ、関東の方で主に栽培されてたんですけど、うん、これは公園でよく見かける、よく見かける、僕がよく見かけた鈴なりになってるのが田中びわ、うん、田中びわね、うん、そうです。でこれはどっちかというと露地で、露地っていうのはハウスではなくて普通にその辺にポンと地植えで、簡単に栽培ができる、うん、もう昔からある品種で、食味はやっぱりね茂木には劣るんですよ、うん、劣るんですけど、もう魅力は安い、田中びわは、田中びわは安いんですよ。でやっぱりその何も管理せへんわけじゃないけど、はいはい、管理が簡単で鈴なりになるから、うんうん、安くて販売できる、でいっぱいできるから薬用としての用途が主です。よくびわの葉石鹸とかびわの葉茶とかよくって言われるよくは分からへんけど、まあなんとなくねっていうぐらいな感じかな。よくない？よくは分からへん、うん、その辺の感覚はいつもちょっと違うからよく分からへん、うん、そう、はい、に使われてるのが田中びわです、はい、で今その2品種に加えて、うん、まあこれまだ後々、季節が進んだらまた説明したいんですけど、洋玉とかはい、鈴風とか、うん、そういうちょっと今最新の品種がいろいろ出てきているというところで、どんどん今食味が良くなっていってるんですよ。なのでぜひちょっと興味を持って食べていただいて、あ美味しいやん、あこっちの方がもっと美味しいやんっていうのを今年感じていただけたらなというところなんですけど、まあさっき言ったけど使い道がいっぱいあるんよ。ビワの葉茶だったりとか石鹸だったりとか、うんうん、薬用用途にも使えるし、はい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 、うん、味はまあ甘みに関しては今の現代人の好みの甘みよりはちょっと落ちると思う。糖度的にそんなめちゃめちゃベラボに高いっていうのはないから、はい、ただやっぱり他の果物にはない香りが、ビワ独特の香りっていうのがあるし、もっと僕は評価されても、でも茂木場ってハウスなんやね。基本的にハウス栽培でもほぼほぼ長崎産ばっかりやけど、長崎ばっかりで作ってんの？確かにちょっとうるぼやけども、茂木が確かねそもそも長崎だったんちゃうかな、うんうん、で長崎県がもう産地としてもう特産品で出してるんですよ。でよくまあ、よく見かけるびわの化粧箱、うんうん、びわの、写真がこう2つぐらいこう写ってて、うんうん、緑の箱、うんうん、よく見かけるびわの化粧箱、まあ、なんとなく、はい、そうあれを作ってるのがここなんですよ、うん、で多分茂木びわに関しては出荷量はもう半分以上は長崎がシェア持ってるんじゃないかな、はい、っていうのはこの長崎ばっかり見るもん。そうなんですよ。で、さっきここちゃん言った食べ方、うん、なんですけど、食べてみる？食べましょうか、うん、これ簡単なんですよ、めちゃくちゃ。じゃあ取ります。これってうちの店のやつをね今持ってきて、これ今6個でどれぐらいのお値段ですか？高いよ。そうですよねそうで、これでちなみに今出始めの時期で1パック800円ぐらい、うん、1個100円以上するんやもんね、うん、でその時に横でやっぱ800円でイチゴ売ってたらやっぱイチゴ買いたくなるよねっていうとこかな、うん、ただ今は高いけど値段どんどん下がってくるんで、はい、はい、でこれじゃあこれサイズでいうと結構これ大粒です、はい、で、はいはい、まあ、ちょっと今水がないんで洗わないですけども、ここのヘタの方を持ってもらって、はい、こっちから皮をちょっと爪でピリピリっと、包丁いらず、包丁いらないです。ちょっとこの皮は後ほど畑に栄養として戻させてもらいます。ほら、うん、簡単や、ね、めっちゃ簡単じゃない？包丁、そう、結構うちのねお客様でも簡単に食べれる、そのもう包丁掴んでええやつないかなって言われて、僕がビワを勧めてもうーんってお客さん言うんよね。まあそうやな、ちょっと絞りはるんですよ。えめっちゃ簡単やのにって思うんです。いや、めんどくさいイメージがあるんよね。ほらめっちゃ気持ちよくない？これ、うん、綺麗に取れてるね。テクニックいらん感じやね。全然いらないです。これ
で、これを食べるだけ。はい。いただきます。はい、どうぞ。食べていいの？はい、どうぞ。うん。うまい。もうちょっと評価されていいと思うけどな、俺。どううまいんですか？甘い。ああ。甘み、糖度高い。で、もう一個そのビワの評価されない理由。うん。種。種がある。まあまあそうやねんけど、でもビワの種ってね、あのめんど、僕の中での種でめんどくさいのは河内晩柑とかなんですよ。ああ。もうなんか取って取ってやけど、ビワの種そんなめんどくさいとは思ったことはないんやけどね。うん、で種もね、大きいから、うん、全部丸ごとパクッといってしまって、後から口からペペッと出せばそれで僕はいいんちゃうかなって。そうやね。思うんで、食べよう。どうぞ。食べて何も喋れないっていうね。うん、やっぱもうちょっと味を知ってもらうような感じの、うん、まあ加工品であったりとか、うん、なんかそのな味に馴染みがないからやっぱ買わないっていうところがあるんじゃないかなと思ってて。そうですね。うん、で今800円って言ったんですけど、あの田中ビワとかの露地物が出てき始めたら1パック300円台ぐらいまで下がるんですよ。で当然田中ビワとかも今みたいに皮は剥きやすいですし、あの食べやすいし、あのもし食べてちょっとこの甘みはちょっと自分には合わへんなと、もっと甘いのがいいなって思ったら、それをそのまま例えば、うん、シロップ漬けとかにして、うん、したらビワのエキスが出るんで、このビワのエキスっていうのがあの炎症を抑える作用とか、あの保湿とかそういう作用がすごく強いで、うん、あのだから石鹸に使われる、はいはい、なのであの栄養価も高いんで、ぜひ食べていただきたいっていうか知っていただきたい、こんな素晴らしい果物があるんだということを。はいはい、わかりました。はい、もう語っていただけましたか？語りました、ビワの魅力。はい、そう、はい、そうやね、もう本当ちょっとやっぱり何回も言うけど、やっぱ若い方に食べてもらうっていうのが、うん、あのちょっと知ってもらったらこの後もどんどんずっとそうです、うん、作っていってもらえるんじゃないかなって。やっぱ食べなくなった果物を品種改良してもっていうところがあるんで。そうですよ、やっぱどんどん、うん、皆さんが買い支えてくださいっていうところや ね、 そうね、まあ、僕もあんま食べない方なんで。食べんのかい。ビワはねあんま食べない方なんで、うん、まあどうしても、まあ、値段がちょっとやっぱネックな部分があるんよね。なんかちょっと高いなと思ってしまうというか、そうだからさっき言ったその辺になってるものが800円で買うっていうその年配とか、ね、感覚ね、なったらちょっとしんどいよねって思うんやけども、全く別物やし、当然味ももうズバ抜けていいというのを知っていただいて、興味を持って食べていただきたいなと。はいはい、わかりました。のところでしょうか。はい、はい、じゃあこちらが今回はビワの話でございました。ビワです。はい、はい、では次回もよろしくお願いします。